はい、おはようございます。もう最近カメラの調子いいっすね。はい、ですね、今日はお、あっくん、あっくん、事故出たね、うん、今日は10日ですね。え ?10 日？違うじゃん、11日じゃん。はい、11日です。急に頻尿が始まったり止まったりしているハッコンを見守り続けながら暮らしておりますが、はい、今日はスイートピーの手ぬぐい半襟に、トスコハンの色地盤は若竹色になります。こんな感じです、後ろ。はい、で、今日はまあ暖かいんですけれども、そこまで暑くならないので、夏ジュバ、中も着物の肌着ワンピース脱いでる状態で、はい、出てこない、演習木綿を着ようかなと思ってます。演習木綿の普通地ですね、普通幅の、平織りです。演習木綿の特徴、普通の演習木綿の特徴としては、こういうプツプツプツというネップって言ったらいいのかな、こういうのが特徴ですね。ちょっとプツプツした感じがあるんですよ。これがなんかね、エモい感じです。かわいいんです。はい、この子はチューリさんのハックン、泣いてるね。あおん、あおんって鳴いてる。なんかセールの時に選んでもらったやつなんですけれども、そういうのがあったんですよ。おまかせみたいな。何系でおまかせみたいな。それで、千織さんがこれを選んでくださったと。お白か。地色が白って自分じゃ絶対選ばんかったなと思って。ほう、どうなるかなと思ったら、めっちゃ可愛くなりましたね。案外冬場のちょっと落ち着いた天気の時とかめっちゃなんかいい感じで着れるんですよ。な、夏向け、なんていうの、暖かくなってから向けなのかなと思ってたんだけど、案外ね、冬の方がなんか、雪女みたいでいい感じ。案外何でもいけるもんなんですよね。どうせ白地なんで、まあ演習帽は私一回着たら洗っちゃうんで、汚れも別に気にせずに、着てます。はい、この子は押し立ては富士工房さんに頼んで、で、水通しもこれ自分でしてたかな。あれどうだったっけ。あ、もう記憶がどんどん消滅してる。何かが繋がったら思い出すと思うんですけれど、確か自分でやってたと思うよな。うん、確か自分でやったと思います。千織さんから生地だけ買って富士工房さんに送るんだったら、大概水通し自分でしたのを送ってるはず。まあ演習木綿ぐらいなんですけどね、私が水通しを自分でするって言っても、なんか脂肪のあるやつはこうはわけがわかんないので、わけわかんないやつはしないんですけど。あ、わけわかんない、癖が強すぎるっていうやつはしない。もう安全牌のとこでやってもらう。小当たり登山とかね、あの子は多分、あの子は水通ししてもらっても縮むし、目詰まってるし。あと、会津木綿ね。会津木綿ももう縮む、水通してすごい縮ませるっていうのはよく聞いてたので、その限界がわかんないし、もうそこら辺も、慣れてる、会津木綿に慣れてるお店でお願いして、だいたい買ったところ、生地買ったところでそのまま作ってもらってますね。
ゃあ水通しして結構縮むから13メートルじゃ足りないって人も出てくるんだよね。結局縮んじゃうからね。千織さんでしたらメタ売りしてるので背の高い方は一旦っていう感覚で買わなくて欲しいだけ13メートル14メートル15メートル、うん、あの背の低い方は逆に必要な分だけ買えばいいと思いますよ。分かっているのであれば、はい、私で13メートルでちょい余る感じですね、うん、でもまあちょっとしか余らないんで、まあなんだろう、そんなもんかなって感じですね。本来まあ別に全然余らなくてもいいんですけど、ちょっと引っ掛けて継ぎはぎにする時があったことがあったかな。何やったかな、どの着物やったかな、なんかそういうので、ああ残ってる生地あってよかったって思ったことがあったり、あとはどんな生地か見たいって聞かれて、着物持っていくの大変だから歯切れ持って行ったりかな、うん、はい。で今日はこの帯は着物さんのリバーシブル半幅帯のこっち側が紬、こっち側が小紋、小紋側にします。はい。でピンクの、モタハンさんのひびひもにします。襟は浜文様さんです。長襦袢はモタハンさん。着物の生地は千織さん。押し立ては藤子さん。お、今日結構ミックスしてますね。今ちょっとそんなにも暑くないので、あの割にしっかりとした帯をしたいなと、ちょっと厚みのある帯をして体帯に預けたら楽だなっていう魂胆ですよ。与野さんのあのリバーシブル半幅帯も使いやすいですよ。幅が15センチから16センチとかまであったかな。長さも、長いのもありますね。うん。確かネットでも販売されてます。はい。リサイクルの着物をほどいて、帯にしている。リユースになるのかな、の新品って感じですね。まあでも帯芯が完全に新品なので、帯芯が新品っていうのは大事なんですよね。やっぱり帯芯が古いのって締めにくかったり硬くなっちゃってたり、あと重帯芯が流行った時にやたら重かったりとかあるので、帯芯もいろいろ種類があって、その都度都度いろいろ考えながら試行錯誤して今に至ってるので、最初の頃のよりも少し軽くなってるかな、少し柔らかくて少し軽くなってるかな、着物オフさんの、うん、最初にやったやつの方がちょっと硬い、しっかりしてる、重さはそんなにないけど硬さはありましたね。もうちょっと柔らかくて、もうちょっとだけでも軽くしよう、できそうとかって言って試行錯誤ですね。あの帯屋さんに頼まれて、帯にしてらっしゃいます、はい、着物さんの場合は。古今堂さんは実家生産です。
富士工房さんはどうなんだろう。富士工房さんお仕立て屋さんなんでいろいろな手を知っていらっしゃると思いますね作ったり頼んだりいろいろできると思うんですけど、どうしてるのかな。まあ中を涼しくすれば円周木綿まだまだ切れます。普通地ですと、梅雨暑くならなければ梅雨も切れます。梅雨に暑くなったら切れません。なんかむわっとしてもう帯の中がね汗でベタベタになるんだったら木綿で平織りなんでベチャって濡れちゃうんで、それだとちょっと気持ち悪くなるので着なくなるかなっていう感じで、着てます。なんで私は割に長く着れる子ですね、この子に関しては、ただ今すごいいろんなの持ってるので円周木綿ばっかりに頼らないんですけれども、普段着で、長襦袢をちゃんと涼しくしたりあったかくしたり、インナーを涼しくしたりあったかくしたり、あと帯を真夏用の帯がちゃんとあるとかね、帯の中の紐も縦締めも夏用の縦締めとかするのであれば、着物に関しては、冷暖房効いてて車移動の暮らしだったら冬、真冬でも円周木綿でも大丈夫です。羽織物で調整できます。それぐらい調整の効く着物です。中の長襦袢をあったかくして羽織物をしっかり着れば冬着れます。でどっか5月ぐらいまで着れますし、で、でもちょっと残暑がまだの厳しいっていう時はちょっと暑く感じるかなっていう気はするんですけれども、まあ冬着れますね。秋も着れます、もちろん。で、夏、淡しじらがあれば一枚で着ることもできるし、まあこれからの季節、暑いなと思ったらこっち来て、寒いなと思ったらこっち来てっていう風にできるので、まあ普段着の生活で着物を着たい、普段着の着物が欲しいで、ベース島が好きっていう方であれば、円周木綿と淡しじらがあれば年中問題ないです一番低価格帯かなと思います。で、まあ、もうすっごい寒い時にちょっと困るなっていう時に会津木綿があれば、まあそこ会津木綿の方が中あったかくしてもさらにあったかく着れるので、会津木綿も春も着れるし、寒い春とかも着れるし、割に中で調整しやすい生地なんですよ。なのでもうちょっと寒がりであったかいの欲しいって言ったら会津木綿があればいい。で、会津木綿、円周木綿、淡しじら、まあ、この3つあればまあ問題ない。で、中調整するっていうんであれば、上に羽織るものとかコートとか持ってるんであれば、円周木綿と淡しじらだけで究極行こうと思えば行けるそれぐらい用途が広い。そして価格も普段着の価格帯の低価格層を帯の生地です。今言った3つ、はい。なのでで、それに千織さんでお願いしたら、千織さんもそんなにお仕立て代高くないので、もし千織さんで買われるんだったら、水通しも全部千織さんにお願いして千織さんで作ってもらったらいいと思います。ちゃんと和裁師さんに作ってくださいますし、
うん、手縫いの方がやっぱりいいと思います。円周木綿も、円周木綿捨てることまだないんですよ。で、まあでも先染めですし、そんなに色も剥げてこないんですけど、まあヨレヨレにもしなるとしても外して、ほんとズボンとかパジャマとかに作り替えれるから、外せる方がいいと思うんで、手縫いの方がいいと思います。やはり、はい、手縫いでも外しづらい。着物ってすごいしっかり縫われてるんで、はい、なんでそうですね。この、うん、まあ円周木綿あわしじらは、まあ、千織さん、普段着物の早村さん、この2社は、普段着の今からおあつらいしますっていう方に一番おすすめのお店です。私にとってはおすすめですと言いたいお店、うん、まあ問題ないよって、うん、で長襦袢は、モタハンさんが分かりやすいかなと思います。押し立て価格込みの価格で、でミシンで縫われてますけど傷まないしそんなに、うん、でトスコハの色襦袢と円周木綿の網代織の木綿の長襦袢なんですけど、どちらも使い勝手がいいですしおすすめですね。色合いもいいし、うん、使いやすいなと思います。中にカラー襦袢が入るとすごく楽しいですしね、うん、そう思いますよはい、で今日は今はっくんがなんか呼びに来たよ。はい、スイートピーの手ぬぐい半襟に本当は水玉したいな、つけようかな、あれがつけたい、あれがつけたい、まあいいや。はい、円周木綿普通生地でございます。中がトスコハン、と思ったね、トスコハンの色襦袢の若竹です。はい、で帯が、はい、かわいいですね。なんかブドウみたいな色ですけどね、ちょっと春らしいピンクを入れて、キモノフさんのリバーシブル半幅帯、帯締め日々ひもの桃色になります。はい、足元は恵比寿旅さんの長寿ギガのお裁縫ギガちゃんなんですけれども、薄グレーですねこの子は、うん、でほんと長寿ギガのほんとウサギちゃんがミシン踏んでるのがめっちゃ目立つ感じになってますけど、めっちゃわかりやすい感じです。あ、ちなみに裏黒です。そこは私は、そこは全部黒でお願いしてます、結局のところ。はいで今日は、つまみ細工の猫パールがついたかんざしとおろくぐし、シュシュは手作りです、全部ほとんどが。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。これは手作りですね。着物婦さんで、まあ動画見てる方知ってる方多いですけど、着物婦さんで歯切れで昔の絞りの羽織ほどいて売っているんですよ。でそれ袖の部分がちょうどシュシュ4個作れるんでそれで絞りいいんですよ。髪の毛止まってくれて絹なんで髪傷まないんで、すごい絞りのシュシュって使いやすくって、私髪が長いんですけど、すごい、まあ美容師さんがいつもトリートメントをちゃんとしてくれるっていうのもあったり、まあ普段のシャンプーリンスも一応美容院のシャンプーリンスを使ってるんです。うん、なんかやっぱり年をとってうねが出だして髪がしっとりしたのをするとさベタつく、でさっぱりしたのをするとカサカサになる、なんかもうちょっと分かんなくなってきたなっていうのと、あとせっかくしてもらったカラーリングがね、変な風に色抜けたりするんですよ。黄色くなったりとか、すごい抜けるの早かったりとかっていうのが結構あって、でもサロンで買おうってもうちょっとめんどくさくなってきたと思って探して違うっていうのもめんどくさくなってきて、で
まあシャンプーは、まあ、息子の親友のあの美容院で働いてる子のとこから買ってるんですけれども、まあそれもあってサラサラで、結構普通に結ぶとシュルルルルって抜けていくんですよね。ポニーテールとかするんであればかなりしっかり中にゴムで結ばないとシューって抜けていくんです髪がサラサラすぎて。なんで、これは本当にシュシュだけで結んでるんですけれども、これで取れないのは、まあ、あの安定してるのは結構絞りのおかげだったりするんですね。今日ちょっと絞りじゃないタイプのやつしようと思ったんですけど、今日の髪の調子が良くてサラサラすぎてズルズル滑ってきてダメだったんですよねだから絞りの主人に戻したっていう感じでしたねそんな事情もあります。なんでだろう、オイルが良かったのかな、 なんだろう、わかんないけど、サラサラツル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 なんだよね。なんかね、そうだ、この間2回目だ、髪質改善のトリートメントみたいなのを、あの行きつけのあの美容師さん、フィーカさんっていう美容師さん、美容院なんですけど、あのするようになったし、してみるって言って今で2回したんですけど、効果がてきめんで、私の毛って本当にツルツルで、ずっとツルツルなんですよね。これもう結べんくなるんかもしれん本当に一回あったのよ、あのこんなに長くない時に、これぐらいの時だったかな、あのトリートメント、本当にすごいすごい強いトリートメントをしてもらったら、滑って髪が結べなくなったことがあって、ものすごく大変だったの。ピン使わなきゃいけなくなっちゃって、だからあのそこまですごいツルツルになるトリートメントじゃなくていいっていうオーダーをしたことがありますね。滑って困ったって言って、なんかピンもスル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 って抜けていくし、小学生の本当に子供、あの幼児の女の子のツルツルの髪あるじゃないですか、あんなんになった時があって、どっちかっていうとそういう毛質なので、そういう感じで、はい、なんで絞りいいですよ、あの滑りやすい人、毛が細くて難毛で、あんなに結んでも滑るんだよねって。だからあのちっちゃいお子さんの髪結ぶやつでも、こんな大きいシュシュじゃなくてもっとちっちゃく作ってあげたら、あの結びやすいと思う。あの可愛い色でやったら可愛くなると思うし、結びやすいと思いますね。なんか発表会とかでね、お団子する時でも、ちっちゃい子って髪少ないからさ、中にシュシュを入れ込むと結構しっかりボリュームのある髪、あのお団子になるのよ。私はね結構髪が少ないので、それはあのお団子しなきゃいけない時やってたことあるんですけど、黒いシュシュとかをあの根元に結びつけて、でシュシュを隠すように髪を巻くと、あのあんまり引っ張らなくてもふんわり大きいお団子になるので、髪が短い方とかもおすすめです黒い絞りの刺繍とかもあると思うんですけど、まあでも白入るかどうしても、はい、そのまあ黒も便利ですよ。はい、刺繍の話をちょっと今しましたけれども、円周木綿はあのもう便利ですはい、まあ普段着のベーシックな感じですね。今から着たいなっていう方で、あつらえるってどうなんだろうって、まず一回ちょっとあの清水の舞台から飛び降りたつもりでお仕立てしてみるかって思ってらっしゃる方は、会津あの円周木綿か、淡しじらが私はおすすめですね。まあ、今から出来上がる時期を考えると淡しじらの方がすぐ着れるかなと思うんですけどね。出来上がった頃にはちょっと円周木綿暑いかなっていう季節になっちゃうんで、ただ円周木綿も浴衣のように長襦袢なしで着ても構わないんです。はい、木綿の着物って
構わないんです。暑かったら長襦袢脱いで構わないんです。何が浴衣か浴衣じゃないかっていう定義はもうずっとないんですよ。それはもう別にいいんです。あの長襦袢入ってなかったら浴衣として着てる、浴衣の着方で着てるっていう感じなんですよね、私の感覚ではですけれども。でも多分それは合ってると思います。襟がついた状態を浴衣っていうのはちょっと違うと思いますし、あの襟がつけ、襟ってのはこの襟ね、長襦袢の襟が入ってるんだったら着物として着てるってことですし、浴衣であっても浴衣として売っている生地であっても着物として着るっていうのは、あの長襦袢を入れたこの襟をつけた状態、長襦袢を着なくてもいいです、襟だけでもいいんですけど、半襟が入っていれば着物として着ている、で半襟が入ってなければ浴衣として着ている、楽に夏の着方として着てるっていうだけのことです。楽に1枚で着てるっていうことです。シャツ1枚で着てるみたいなもんですよあんまり深く考えなくていいと思います。ただやっぱり平織りなので汗かいた時にペチャッとなっちゃうのであんまり気持ちよくないので、やっぱりもうちょっと軽くて薄い合わせ白の方が凹凸もあるし汗かいた時気持ち悪くないよっていう話で、ただそんだけです。はい、なんで割にどうにでもなる、潰しの効く、木綿の着物たちかなと思います。いろんな木綿の着物ありますし、多分、一番出回ってるのは片貝木綿だと思うんですけれども、私は片貝木綿は所有してません。羽織ったことはあります。あまり好きな着心地じゃなかったんですよね、私にとっては。なんで作らんでいいかなと思ったっていうのがあって、なんでかっていうと、私基本的に軽い着物の方が好き、リサイクルから入ってるんで、割に質のいい軽い、ウールの着物とかをよく着てたし、夏はサマーウールをよく着てたし、軽い着物、軽くて柔らかい着物に慣れてたんで、そうなるとやはり重くてしっかりした着物よりも軽くて柔らかい着物の方が着やすいって感じやすくって、それで片貝はどっちかというとしっかりしてますね、生地が。作られてる地方が、新潟の方っていうのも、新潟の方で合ってるっけ？結構寒い方の地域のものなので、しっかりしてますね。なので、ちょっと私には重かったなっていうのがあって、作らなかったんですよね。で、遠州木綿だって、浜松ですごく気候のいいところ、ですし、淡路島だって四国で徳島でめっちゃあったかいところだし、で会津木綿だって会津福島は寒い時は寒いけど暑い時は暑い、どちらかというとなんていうのかな、しっかりとした気温差があるところですよね。なので通気性がすごくいいんですよ。ごっつい生地なんですけど通気性がめっちゃ良くって、風の強い場所に暮らしてる方にはおすすめです。群馬県の方とかね、風強いってよく聞きますけどね。おすすめですね。そうなんで結構作られてる地域と関わってますね、着心地。遠州木綿もそこまで目が詰まってなくって割に着やすいですし、あと中で調整すればいいっていう感じかな。いろいろ木綿はありますけれども、お好きな木綿に出会えるといいですね、皆さんそれぞれね。私はいろいろ動画をしてるので、それもあってご縁もあっていろいろ試して作ったんですけれども、結局最初の最初一年中着物で暮らすのに何があればいいかなって言ったら、その時季節に合った長襦袢は、長襦袢は本当はおあつらえした方が綺麗に着れるのになるのに早く着れるようになるんですけれども、
まあ最悪襟をごも、あの、畳んで挟み込むとかいろいろできるので、透けない着物であれば、うん、でサンドと、まあ、エンシュモメント和紙ジラあればいいのかなっていうのが、たどり着いた答えなのかなっていう気がしますね。はい、あとは本当にお好みで、そこから、うん、あ、クルメガスリってこんな、あの、かすりの生地ってこんな柔らかいんだとか、いろいろあります。で、エンシュモメンでもいろんな生地あったりしますんで、で、アワシジラだけじゃなくて、アワモメンとかコトールのアワシジラとか、早村さんには年中着れるアワシリーズがありだったりもしますし、まあ、言い出せばキリがないんですけれども、おあつらい含めて3万円以内で1着できるものっていうのが、手縫いでね、ちゃんと作ってくれる、オーダーメイドで作ってくれるところって言ったら、その普段着物の早村屋さんと千織さんはおすすめかな、おすすめだねって思いますね。またそれよりも安くってなると、あるんですけど、プレタだったりとか、海外縫製でちょっと洗った時に、ああっていう風になったりとか、いろいろ聞くので、3万円以内って言っても高いんですけれども、洋服から比べると。でも長持ちして原価償却のことを考えると、年中使える時間も長いしってことを考えると、とても価値のある3万円になるのではないのかなと思いますね。今、まあ、いろんなものが値上がりしてきているので、まあ、飛び抜けて高いって感じではだいぶなくなってきてはいるんですけれども、着物業界も値上がりはしてますし、安く済まそうと思ってもキリがないし、高く済まそうと思ってもキリがない世界ですけれども、みんなに安全に橋を渡っていただきたくて、正当な価格帯、最低のっていうので、今の2024年の価格帯の話をしているんですけれども、だいたいそれぐらいですね。一番低価格帯がそこからって感じなんで、まあ3万円を貯めて1着作れるっていう感覚を一つ持っておくと、いくらお金を貯めたら新品の着物って買えるんだろう、作ってもらえるんだろうっていう謎は解けるんじゃないかなと思います。3万円でお釣り来ますよ、もちろん。はい、来ますよ。お釣りで、そうですね、お釣りでちょっと他のもの買えたりするぐらいはありますけれども、まあ、どこにあとはお金を使うかですね。皆さんお金がないわけではないので、お金っていうのはあるけれども、何に使うかっていう、ただその選択、何に対して高く感じるかっていうのも人それぞれですので、そこら辺は時期が来たらこういうのに使いたいなとかっていうのがあって、価格が全く分からなかったら漠然としてしまうし、すごい高いと思い込んでたら、変な商法に引っかかってしまうので一応ちゃんとした価格をお伝えした方がいいかなと思って、ネットで見れば分かることなんですけど、ホームページにお値段書いてありますんで、はい、そんな感じですよ。はい、なので、有効に使ってください情報を有効に利用しましょう。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、春ですね。すごい埃っぽくて喉痛いけど、みんな大丈夫ですかね。すごい埃っぽいですね、春の気候ですね。はい、台風じゃないだけいいやねはい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。それでは皆様良い一日を。
はい、いいですか。はい、じゃあ写真の方から撮ります。3、2、1、はい、チーズ。はい、